はい、それじゃあですね、実際に、コミッククリエイターを使ってみたいと思います。まず素材ですけれども、マイブックデータというフォルダを作って、その中に表紙、それからページの画像ファイルですねが全部ここに揃ってます。で、画像の大きさは1600×2560になってます。推奨サイズの4倍ですね。バーチャルパネルビューですね、がバーチャルパネルビューというのがあるので、ダブルタップすると4分の1の領域が画面いっぱいになるんで、4倍で作っておかないといけないという、まあ、推奨サイズにしてあります。で、画像あの表紙ですね。で、これ全部揃っていないと作れませんので用意しておくと。それからこれは何も入っていませんけども、この新しいフォルダを作って、まあ、マイブックとかっていうふうに、まあ、名前を付けてますけども、ここにコミッククリエイターのデータ、保存されるデータがここに入ってきます。それじゃあですね、コミッククリエイターを起動します。で、まずこの新しい本を作成というところをクリックします。で、本の言語、これはまあ日本語ですね。そしてパネルビュー、これは説明しましたけれども、漫画で、これ漫画でしかほとんど使えないと思うんですけども、そのコマ単位でズームすると。だからコマを抽出して、一つ一つコマをですね、領域を選んでいかないといけないという非常に大変な手間のかかる作業が必要になります。で、いいえを奨励してますけれども、いいえにします。で、本の組方向ですね、これはアンロック、つまりデバイスを縦にしても横にしても見れると。今回は見開きでちゃんと見れるようにしたいので、デバイスを横にすると見開きになるというふうにしたいと思います。で、本のページ進行方向ですね、これは横書きであれば左から右へです。で、今回はですね、写真集のデータなんですけれども、その写真集に縦書きの文字を入れてしまっているので、まあ縦書きの本という同じ扱いですね。ですから右から左へをチェックします。横書きの場合は上ですね。ここは本によって変わります。そして、ページサイズの推奨はこれもデフォルトのままにしておきます。で、続けるですね。で、ここはタイトル、本のタイトルですね、モバイルフォトグラフィーっていう、まあ、タイトルにしてます。で、著者の名前ですね。で、まあ、出版社はですね、入れてもいいんですけども、この米印がついてないので、まあ、一応オプションということなので、空欄でも構いません。で、カバー画像、表紙ですね、これはまあ必須ですね。米印がついてます。選択します。そして、どこに保存しますかっていうことなんですね。で、これはデスクトップに保存したこのマイブックという名前を付けたフォルダですね、これを選んでおきます。で、これでいいんですけれども、ここに詳細設定とありますよね。ここなんですけれども、目次のページ、HTML の目次のページを追加したい場合は、ここで読み込んでくださいというふうになってますけども、これは結構難易度が高くなります。今回はこれなしにして、で、ページの追加を開始と。で、ここで全ページの画像を選択します。ここは注意してください。必ず全ての画像が選択されていることを確認してください。で、オープン。はい、で、インポートに成功しましたって出れば OK です。で、今ですね、全部この1ページ、シングルページがこう出てますよね。で、これちょっと大きいので、このズームでちょっと小さくしましょう。もうちょっと半分ぐらいにしましょうかね。で、ここで横にしたり縦にしたりできます。で、この状態で書き出してしまいますと、横にした時に1ページ見開きにならないんですね。こんな風に表示されてしまいます。
こんな感じで表示されてしまいます。ですから、まあ、これ縦で見たときはいいんですけれども、横の場合はこうになってしまうので、このページ設定のところで全ての見開きを、見開きページを設定と。これね、コミッククリエイターちょっとおかしい表示になってますよね。全てを見開きページ2に設定で、下に同じ、こっちはひらがなで全ての見開きページを設定、これ同じものだと思うんですけども、ちょっとまあ変な表示になってますが、まあ、全ての見開きページを設定にします。そうすると見開きになりましたよね。これでこういうふうに、これはまあ隙間空いてますけど、実際のデバイスではぴったりくっついてますから問題ありません。これで終わりですというぐらい簡単なんですよね。で、表紙はどこ行ったのっていうことなんですけども、表紙はちゃんと出てきます。データを書き出したときに表紙は出てきます。最初にお話ししたと思いますけども、Kindle の場合は、電子書籍とブックカバー、表紙は別々のデータとして扱われるということなので、ここには入ってませんが、ちゃんと表紙は出てきます。で、ここでですね、このファイル名を見ていただきたいんですけど、今、ページ0、ページ1、ページ2、ページ3、これがですね、目次になるんです。目次項目になるってしまうんです。ですから、こうダブルクリックすると、例えばそうですね、1、ストリートとかって入れましょうか。で、こう変わりますよね。で、そうすると、こういう目次項目になります。これがですね、ちょっと、問題なんですけども、目次の項目が全部出ちゃうんですね。例えば、この画像のこのページの目次タイトルを出したいと、あとは出したくないとかってことはできないんです。とにかく全部のこのページごとの項目、この今ファイル名になってますけども、これが目次に出てしまいます。これをどういうふうに修正するかっていうのは後でお話ししますけども、とりあえずそうなってるということです。で、まずこれで簡単にできてしまったので、これはですね、このコミッククリエイターない時はものすごい大変だったんです、作るのがですね。それがこのコミッククリエイターが無償で出たことによって、まあ、あっという間に作れるようになっちゃったというぐらい、まあ、どんどんこう変化の激しい世界なんですけれども、これをですね、まあ、ここでKF8 ブックとしてエクスポートというふうにやれば書き出されます。ただここにビルドっていうのがありまして、ビルド&プレビューっていうのがありますと、プレビューツールを起動してすぐチェックできるということなんですね。で、プレビューツール付きというのでインストールしてあると思います。もしくはもうプレビューツールが入っていると思いますので、このビルド&プレビュー、まあどっちでもいいですね。こっちのKF8 ブックとしてエクスポートでファイルを書き出してもいいですし、こちら側のプレビューツールでもう確認しちゃうっていうことでもいいです。これをちょっと選びます。ビルド&プレビューをちょっと選びます。そうすると電子書籍のデータをこう作り始めます。で、ちょっと枚数が多いので時間がかかりますけれども。で、これでプレビューツールが今度起動します。で、実際に、出ましたね。で、今ですね、Kindle Fire HD になってます。ちょっともう全部表示されてませんけれども、こんな感じですね。で、このデバイスというところで、Kindle e-ink を選ぶと、まあ、この写真集、フルカラーの写真集を Kindle ペーパーホワイトで見るっていうことはね、ちょっとあんまりないと思うんですけれども、まあ一応こうやって見れますよね。で、これを横にすると、これちょっとぴったり合ってませんけれども、実際は合ってます。 Kindle Fire の方でちょっと見てみましょう。 Kindle Fire、 はい、ピタッと合ってますよね。これが今見開きの状態ですね。まあ、2ページが
ぴったり合成されて見開きのページになっていると。縦にすると右ページもしくは左ページが出ると。でこういう形でチェックできますよね。でここですね、 NCX 表示というところをちょっと見ますと、こういうふうにさっき説明しましたよね。ここの今画像ごとにこう名前がついてますよね、一つ一つで。最初のページだけ書き換えました。そのまんまここで出てると思います。ですから例えばこのオレンジのページがページ4ですよね。ページ4を選ぶと出てきますよね、というふうに目次になってるんですが、問題はですね、この全部出てきちゃうということなんです。やっぱり表示したくないページが当然普通そうですよね。全ページが目次になってるなんておかしいですよね。でもコミッククリエイターではこうなっちゃうと。でこれをね、修正しないといけませんよね。でそれはちょっと解説したいと思いますが、一応こういう形になってるということが確認できると思います。終了します。で Kindle コミックレーターも一回終了します。で実際にですね、このマイブック見てみます。これがですね、 Kindle コミックレーターの、まあ保存したファイルになってまして、このドットモビっていうのが、まあ、ちょっとタイトルが日本語になっちゃってますけども、この固定レイアウトのファイルですね、 Kindle のファイルということです。じゃあですね、ちょっとその目次の修正もあるので、もうちょっとですね、深い勉強をちょっとしていきたいと思います。とりあえずここまでにしたいと思います。